はい、こんにちは。日本で一番 NHK に詳しい豊島区議会議員忽那亮司でございます。NHK なんとかって等も詳しかったんですけれども、多くの方があそこを見放してですね、こっちに来ておりますんで、私が一番 NHK に、詳しいであります。日本で一番詳しいであります。安圭様、夏美様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただき誠にありがとうございます。恐縮でございます。ありがたく頂戴して政治活動資金にさせていただきたいと思います。来年夏の参議院議員選挙、東京選挙区6枠あります。これに立候補しようかと思っております。豊島区議会議員任期途中で辞めることになりますけれども、3年2ヶ月勤めることになりますんで、まあまあ途中で投げ出したというようなことはまあ言われないんじゃないかと思っております。その時はまた皆様ご支援の方よろしくお願いいたします。アイメディア記事、ワンセグ機能搭載スマホが2020年はソニーとシャープが1機種ずつだったが、そんなに少なかったんですか。海外メーカーはどうなんだろうね。サムスンとかファーウェイとかスマホたくさん出してますけど、その辺は全然ワンセグとかないんでしょうか。 iPhone がないっての知っておりますけど、2021年発売モデルはとうとうゼロになった。携帯からワンセグ機能が消えると。今はまだあるけど残存しているのが、それがまあ壊れたり買い替え時期になったらいずれ消えるという記事であります。パケットバカ食い、ネット動画の充実、テレビ離れが考えられる。民放の TVer、 NHK の NHK プラスなど、テレビ側もネット配信に移行しつつあるというような記事でありました。ネットの反応です。 NHK のせいこれで受信料取られなくて済む。グダグダ書いてるが NHK が原因。携帯でテレビなんか見ない。ついてるが使ったことは一度もない。テレビ見る暇あったらネットする。テレビ自体もうこの世にいらんだろう。うちは電波悪くて見れない。こんな変なのつけてたの日本だけ。やっぱし日本独自の機能なんですかね。海外メーカーはないんだろうな、多分な。どう考えてもまあ NHK のせいですよね。ワンセグついてるだけでテレビがなくても契約すべしって最高裁判決が出てますから2019年3月13日最高裁判決、ワンセグ携帯だけを持つケースでも受信機を設置したら受信契約すべしという放送法64条から完全免除ではないという最高裁の判決出ちゃっております。これでユーザーがですね、ワンセグ付きを敬遠するようになってですね、せっかくつけたのにかえって売れないっつ、状態になっておりまして、ワンセグ判決もまあイラネチ系判決同様ですね、穴だらけ矛盾だらけの判決なんですけども、まあまあユーザーに嫌われたら売れないんだから作ってもしゃあない、つけるとかえって売れないんだったらつけねえっていう選択するのはまあ当たり前の自然なことですね。64条、受信設備を設置した者は受信契約をしなければならない。ただし放送の受信を目的としない受信設備はこの限りではないとなっておりますけれども、携帯に積んでる、ついてるですね、ワンセグは設置でもないですよね。携帯は設置じゃないですよね。持って歩くもんだわね。NHK を見る目的で携帯買う人いないでしょ。受信を目的としない受信設備はこの限りでない。しなくていい。契約しなくていい。っていうことなんですからね。明らかにですね、NHK を見るためだけに携帯買う人いなくね？いないですよね。放送法15条。教会は全国あまねく良質な放送を届ける義務を負う。
ってありまして、まあ、あのトンネルや地下で途切れる放送はあまねくじゃないですよね、あの携帯の電波状況でね。本格的にあのワンセグ狩り、これはどういうことかというと、ワンセグ持つたら有無を言わさず契約しろ、こういうことですねを進めるならば、 NHK はですね、あのどんな山間部でも地下何千メートルでも途切れずクリアな映像を保証するっていう義務を負っちゃうんですよ、あまねくという言葉によってね、15条の、NTT 副社長がですね、以前こんなことを発表しておりました。テレビ同様の 4K レベルの通信を実現するためには回線の増強に2兆円以上かかる、光ファイバー増強する、テレビと同じ映像をネットで届けるためには2兆円かかる言ってたんですよ。で、あのこれがですね、どんな山奥でもどんなトンネルでもどんな地下でもあまねくってなったら何十兆円かかるかわかんないですよね。なので NHK はこの問題をですね、曖昧な状態で放置し、なるべく触れずにいました。集金には嘘つきなので、嘘つきは集金人なので、スマホがあったら契約しないといけないんですよ、そういう判決で出ますよっつって主に高齢者を騙しまくって契約させてたんですけれども、路上でそういう話いくつも聞きました。ワンセグついてないって言うと、あの次はですね、じゃあ車ありますかってくるんですね。カーナビでテレビ見れますよね。畳みかけるのが集金人の、あの常套手段であります。集金人専用のですね、裏掲示板とかあってですね、こう言ったら騙せたとかいうですね、手口の研鑽に励んでるんじゃないかと疑うレベルであります。きっとどっかにあのそういうのあると思いますよ、あの集金人裏サイト。みんなで知恵を出し合って、その騙しのテクニック、嘘のつき方、そのカーナビも消滅するみたいであります。トヨタが発表しておりました。次のカローラから新車にカーナビつけるのやめるわ、モニターだけつけんで自分で好きな機能をつけてください、カスタマイズしてくださいっていうのを発表しておりました。すでにあのベンツとか BM など欧州車では主流になってるみたいであります。まあカーナビ買わなくてもですね、スマホのナビ機能がだいぶ優れてきましたんで十分代用可能になってきました。で、車のダッシュボードここにパンってあのスマホをつけてですね、まあ地図やってる人も結構おります。アルパインだな、あのカーナビ作ってるメーカー存続の危機だけど、どうなんでしょうねなので集金人のですね、カーナビでテレビ見れるでしょう、もう下火になると思われます。このカーナビで契約も大問題を抱えております、実は。で、 NHK は触れたくない、言いたくないとこなんですね、実は。一般世帯は1世帯にテレビがたとえ100台あっても1契約ですけど、病院とかホテルなど事業所はテレビ1台につき1契約、病院やホテルに限りません、一般世帯でないところはという意味ですね、これ。事業者所有の営業者にカーナビついてたら1台につき1契約しないと不公平ですよね。民間企業なら、そういうこともできるかもしれないですけど、パトカーやら消防車、あと自衛隊のあの車両にまでこれやられちゃうと空前絶後の大騒動になるはずなんですよ。なのでこれについても NHK はだんまりでなるべく触れないようにしてました。頑張って嘘ついてたのはですね、末端の集金人だけで、まあまあ天下の NHK はですね、このように大声で言えない多数の闇を抱えたとんでもない組織であります。私、がんの治療で通ってる大きな病院にはですね、無数のテレビがあります。何十もの待合室があってこれレントゲン撮影を待つ部屋とか、内視鏡を待つ部屋とか、CT を待つ部屋とか、内科を待つ部屋、外科を待つ部屋、感染症の、なんかを待つ部屋なんかが無数に待合室ありまして、必ずそこには1台ありまして、廊下には角角についてますね、テレビ。病室にも1個ずつついてます。だから何十台何百台か、ちょっとすごい数がある。 NHK しか流してない
高齢者がですね、その待合室で食い入るように NHK の番組見てんですよ。何人、10人いたら10人ともこうやって見てんですよ。で、時折うなずいたり、みんなして、その光景見ると私にはゾッとして、帰ってくんですけどね、その病院でね。多くのあの善良な人たちを騙して取り込んでる敵は兄弟だわな。うわぁ、この人ら何にも疑ってねえんだもんな。 NHK の闇とか知る由もないよな。集金人がどんな嘘ついてた人を騙してっか、集金人がどんな迷惑行為をしてっか、犯罪行為してっか知らないよな。この人らあのおとなしく契約して、であの銀行引き落としで払ってたら集金人来ねえもんな、うちにな。集金人の横暴とかに触れる機会ねえもんな、なんてあのちょっとがっかりしちゃいますけどね。ほっこりニュース、韓国の児童向け教材に旭日旗発見使用禁止&全量回収の騒動になりました。ネットの反応です。頭おかしい反日維持なんでしょう。もはや太陽アレルギー、これもう吸血鬼だろ。闇の眷属は太陽を嫌がりますね。日の光を忌み嫌う闇の種族、妄想が国家レベルでここまで定着、これが民主主義国家と、いつもの様子で思わずほっこりという感じなんですけども、何でもかれも噛みついてね、あの弱点増やし続けていくといいですね最近ではですね、あの受験、あの受験ですね、受験もですね、日本が悪いって言い出してるみたいで、受験制度はもともと韓国人を落とすために日本帝国が導入したものとか言い出して日本のせいってなってるみたいですよ。なんだそれ。あんなにあんなにね、あの試験試験ってペーパー試験が大好きで、それで一生決まっちゃうような文化はですね、これ間違いなくあの中国の科挙っていう制度、その公務員を抜擢するですね、民間から拾い上げるですね、ペーパーテスト、科挙っていうんですけど、それの影響だと思いますけどね。問題となった教材がこちらであります。なんだそれ、笑うしかないですね。これのどこがあの旭日旗に見えるんだろうか。だろうか。もうあの本当にね。妄想が過ぎると何でも旭日旗に見えてしまうのだな。気の毒だな。国内の名誉韓国人の行動なんですけども、まああの日本人でもですね、まああの名誉韓国人ですから、行動が韓国人っぽいという意味ですね。君が代を聞くと鼓動が激しくなる。なんて言ってた教師たちとかですね。学校行事の国旗掲揚で起立しないやつとかですね。これあの決まりを守れとか言われた言うことを聞けとか、そういうことを教える教育者すげえ失格じゃないですか。だって決まりに従わねえんだもんね、こいつらね。国旗掲揚の時は立つとか、君が代は歌うとか、そういう行事の決まりを守んねえ教師がですね、子供に決まりを守るって、ルールを守るとか、言うこと聞きなさいとか、どの口で言えんだろうなと思いますね。自衛隊を見ると脊髄反射で反対プラカードを掲げる痛い高齢者とかですね。まああの災害救助中にはやらないんですけどね、ダブスタですけどね。まああの大韓民国っていう国がなくなるまで反日は続きます。バカにしてツッコミ入れながら笑ってみてましょうね。そのうちあの滅びますんで、世界中でどこの国が一番滅ばない可能性が高いかって言いますと、これはあの日本ですね。なんせあのずっとずっと同じ体制でやってますから、2600年、ずっとずっと日本国っていうのは変わらない。皇室が総本家、民は、民はその分家、みんな全員で、皇室がですね、お前がやれっつって任せるっていう制度が1184年
源頼朝から始まったと。その源頼朝もですね、清和源氏の子孫ですから、まああのまんざら関係なくもない。今もあの天皇陛下が総理大臣任命してやらせますけど、全然変わってないですね。同じですね。鎌倉幕府と仕組みは一緒ですんで、あまたの国が滅びましたけれども、まあ中国なんかひどいですよね。殷周秦漢隋唐みたいなの覚えましたけどね、一応ね。目まぐるしく変わってるような国とは違う。なのでずっとずっと一番長く名脈を保ってる日本が一番世界で滅びる可能性が少ないであります。ですんでどこの国もですね、いずれ滅びますんで、日本だけが残ってね、せせら笑って、見ていましょうという感じでありますね。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。デトックスジャパン。